ゼウス、絶対的な力でオリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時、奇妙なものを作り出した。蛇の化け物、メドゥーサの神を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した8つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれ、そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘、女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち、信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ、劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め、世界をゼウスの手から救うために。